紹介しますので、そこのあの、モアモアしたアジャンバ着てる男の子、そうそうそう、こっち来いよ、こっち来いよ、オッケーオッケーオッケー、こっち来い、こっち来い、こっち来い、すいません、お名前教えてください。オッケー、サイズはオッケー、サイズいくつ？7歳、オッケーオッケー、結婚は？結婚はしてる？してないから大丈夫、かっこいいからすぐできるよ、問題ない。サイズを、7歳、独身でございます。これ持って OK。 そしてね、今日はこの千円札とこんなもの使います。じゃあサイズを、ここにね、お名前をどれか書いてください。はいはい、書いて書いて、一応これ本物ですよね。あります。どれでもいい、好きなところ書いて、そうそう、お名前書いていただいて、今ね、お名前を書いていただきます。今からこのお名前の書いたシールをここに貼ります。そうするとね、サイズって聞いたのにアナンって書いてあるけど大丈夫？あ、アナンサイズが、あ、そういうことか、 OK。 あ、皆さんマジックです。こちら大きい方ね、このマジックの大きい方ね、こっちちっちゃい方、大と小、これが本当の大マジック小。あ、みんな使っていいですよ。そしたらね、これいい？これ今シールを貼りました。これでね、このお札をすり替えたりできないです。で、今からこのお札を真ん中から半分に折ります。 OK。 そしてこのお札をもう半分に折ります。 OK。 さらにこのお札をできるだけ小さく、あ、小さく、あ、お札を折りたたむから、皆さん、ワッチ、よく見てください。サイズをこれつまんでください。 OK。 皆さん、ワッチ、え、ワッチ。あ、あ、この間ね、外人さんに会ったらめっちゃ受けたんですけどね。 OK。 じゃあこれで持ってて、そのままそのまま1時間。さて、その間にですね、こちらの方にね、元カノからもらったバーバリーのハンカチがあります。そうそうそう、これね、あ、そ、あ、元カノは本当や。で、このね、お札を包み込んでくんで、ハンカチの上からサイズを持って、ある、そのまま持って、前に OK。 そしてね、ここにね、赤い袋を持ってきてます。じゃ、この赤い袋を、ね、逆の手でつまんで、こうやって持って、で、前に伸ばして広げて OK。 さあ、お待たせしました。今ここに、ね、アナンと書いたお札を持ってもらったんです。今から皆さんの目の前を取って、あの赤い袋の中にお札が飛び込みます。飛んでいくのが見えたお客様、すぐに手を挙げてください。すぐにね、病院に行った方がいいです。普通見えないからね。じゃあ、僕が入ってきたら、すぐに手を離してね、1、2、3、はい、ほら、いいリアクションしましたよね、持ったもんね。で、今左手ちょっと重たくなったもんね、なったよね。ほら、ここで脱獄をね、空気の読める子って言います。じゃ、僕にちょっと近づいて、これ輪ゴムで入り口しっかり閉まってあります。これ開けると、こんなものが入ってます。何ですか？レモン、正解。英語で言ったらレモン、OK。 めっちゃ今発音が良くなります。さすがやで、アナ。そしてこちらの方でですね、イオンタウンで買ったカッターがございます。で、このカッターでですね、こちらのレモンを切っていきます。これ今切れてます。目の前でしっかり見てね、切れ目とかないよね、今切れてるよね。上半分取ってください。うわ、そのまま待っといて、これ食べてていいから。レモンの中にお金が入っております。お札取って、さあ、それを広げてみんなに見せてあげてください。そしてみんなに見せてあげて、間違いなくね、先ほどのね、シールがね、見せてあげて、100や、見せてあげて、貼ってあります。ありがとうございます。手を振って、はい、お手伝い。